本当にニヤニヤしてるような人生を歩むしかないんだよ。嘘で笑ったら自分が辛いじゃん。それ仕返しにならないじゃん。相手はさ悔しいと思うかもしれないけど自分もダメージ受けるわけじゃん。無理して笑ってたらさ。だけど自分がさニヤニヤして機嫌よく生きてることが相手に対しての最大な仕返しになるわけでしょ。それしたいじゃん。じゃあどうすればいいか。ちょっと本当にニヤニヤするような生き方をすればいいんだよ。もう毎日楽しいみたいな、で本当に幸せになってください。過去自分のことをバカにしてきたやつ、邪魔してきたやつに対して仕返しがしたいんだったら本当に楽しい人生を送る。仕返し完了してますよ私の場合。今40過ぎてから仕返しが始まってるかな。日本帰ってきたんで40過ぎてからずっとバカにしてきたわけで、ね、みんなね周りの人は同じことできないし。